哲学者キルケゴールにより発表された哲学書である。本作でキルケゴールはラテン語で勝利の忍者を意味するビクトル・エレミタという偽名を用いており、タイトルの後にアッドギビット・エーフ・ビクター・エレミタと歌っている。キルケゴールは1813年にデンマークで生まれた哲学者であり、実存主義の思想に寄与したことで知られている。本書、あれか、これか。 は、ワキルケゴールが30歳になった時に、デンマークの思想界に加わる契機となった著作であった。本書は、ビクトル・ェレミタが、とある机の引き出しから2つの手記を入手し、それを出版するに至った経緯を述べるところから序文が、始まっている。美的な人生を送った A の手記と、倫理的な人生を選んだ B の手記にはそれぞれ全く、異なる思想が、対比的に示されている。 A の手記で述べられている美的生活は次のような内容を含んでいる。現代の悲劇と古典の悲劇の内容には悲劇における罪の概念の相違があり、ギリシア悲劇は外因的な葛藤による罪であるが、アンティゴネーのような近代における悲劇は内因的な罪の意識であるとみなす。人間の悲哀についても芸術では外部に、 表現できないような反省的悲哀を取り上げている。そして最も不幸な人間について、追憶に妨げられるために、希望の中に現在を生きることができない人、もしくは希望に妨げられることで、追憶の中に現在を生きていると論じる。キルケゴールは、娘が、初恋の男を捨てて、別の男と結婚し、彼こそ本物であると確信する、娘の浅はかさを描き、 また、作物の収穫を増やすために土地を変えながら種をまく、農夫を描く。協楽を追求する美的生活は常に刺激を求める、ことで対象を変化させ、変化がなくなると退屈になる。退屈は空虚感に基づいて発生し、それは人間にめまいを起こすものである。それを避けるために、人間は次々と新しい気晴らしを求めて気まぐれに生きる。 キルケゴールの見解によるならば、美的生活の行き着く先は、絶望に他ならない。B の手記では、A の著者、つまり、美的生活に明け暮れている友人に対する所感として、書かれている。まず結婚の美的価値について、結婚の本物の課題とは、愛欲の要素と、厳正な内面性を結合させることであり、率直さと、誠実さとが結婚の条件であると述べられる。 秘密を持ったまま結婚することはあってはならず、結婚愛において内面的な誠実こそが重要であり、どのような経年劣化に対しても永遠性を保ち得るものでなければならないと考える。つまり、人生において人間は、あれか、これかの一つを選ぶ必要があるのであり、美的生活に対してそれに矛盾する倫理的生活を選ぶことが主張される。 この選択は自由に行うことが可能であり、自由な決断によって倫理的生活の義務と自らの使命を達成する。普遍人間的なものを実現し得ない人間は、自分自身が個性の限界に達している例外者であることを自覚し、それに相応する内面性を獲得することが示される。ありがとうございます。